こんにちは。今日は防虫ネットについてやっていこうと思います。秋冬の育苗に向けてちょっといい防虫ネットがあったのでご紹介しようと思います。 AJ メッシュシートっていう防虫ネットになります。これがすごいんですよ。普通防虫ネットって言ったら、まあ目が細かくても1ミリ目合いじゃないですか。だけどこの AJ メッシュシートっていうのは 0.25 ミリ目合いとなっていて、めちゃめちゃ細かい網目になってます。なので虫の侵入とかもその分全然抑えられていいんじゃないかってことで、ちょっと50メートルぐらい買っちゃいました。値段はちょっと高めなんですけど、見えるかな。いや本当に細かくて、ちょっと動画じゃ見えないんじゃないかっていうぐらいのキメの細かさですね。今奥に普通の防虫ネット1ミリ目合いしてるんですけど、そのまあ約4分の1ぐらいの大きさなんで、ちょっと見えないですかね。質感はなんかすごい軽い感じですね。サラサラとしててザラつきもなく、で育苗している苗に虫が入っちゃうと本当に取り返しのつかないことになっちゃって、秋冬の畑も楽しめなくなっちゃうんで、あ、これですね、1ミリ目合いの防虫ネット。まあ細かいように見えるんですけど、結構このぐらいの隙間だったら結構入っちゃう虫がいて、青虫のちっちゃいやつとかもこのぐらいだと普通に入っちゃうんですよね。で秋冬野菜って結構なんだ、油中の野菜って多いじゃないですか。キャベツとか白菜とかブロッコリーとか、そういう野菜が大好きなんで、青虫とかちょっと入られちゃうと再生が追いつかないぐらい食われちゃうことがよくあったんで、まあ今回ちょっとこの AJ メッシュシート、キメの細かいタイプの防虫ネットですねを使っていこうと思います。でカタログによりますと、まあ、遮光率は 80% ぐらいになるみたいです。ハウスの中で今年から育苗しようと思って、でハウスの中って結構暑くなっちゃうんで、まあ多少遮光してくれた方がいいかなって思ってます。でもうカンカンに晴れる日は黒寒冷紗かけて、さらに直射日光遮って、まあ、管理していかないとちょっと、まあ、プロの方は培養土とか裾上げたり換気したりいろいろ調整してるんですけど、私とか全然そういう対応できないんで、もう本当に遮光ネットでできるだけ水が蒸発しないように頑張るしかなくて、でこの AJ メッシュシートっていうのは雨とかもそうですし、冠水するときもそのまま、まあ普通のなんだ防虫ネットより水が通る感じらしいんで、ちょっと期待してます。AJ メッシュシートを少し余分に出してまとめてます。これから増えた時、まあ、また切らないで済むように、まあ、少し長めで切ってます。で Amazon とかで調べると 1m80cm×5m で2000円ちょっとかな。なんで普通の防虫ネットよりちょっと高いんですけど、まあ、その分虫がものすごい入りにくいという商品ですね。でピーンと貼っとくと、まあ、水あげるときもちゃんと入ってくれるんじゃないかなって思ってちょっとピーンと貼ってます。でなるべくネットに穴開けたくないんで、
シートを挟んだり、で、この段ボールあるんですけど、この段ボールでメッシュシートを挟んで、まあ挟まなくてもハウスの中なんで飛ばされないとは思うんですけど、一応風とかがあると飛ばされちゃうかもしれないんで、一応段ボールで挟んで固定はしようと思っています。もうすでにこのキャベツは虫食われてボロボロですけど、で結構高めに空間作ってます。あまり低めにやっちゃうと育った時にいろいろめんどくさそうだったん で、あと広めの方が風通しもいいだろうし、一応広め、高さは広めにとってます。でさっき言ってたようにこういう風に段ボールを2つ重ねることで中の苗のトレイを出すときとかは、まあ、ちょっとずらすだけで取れるという感じですね。まあ屋外ビニールハウスの中なんで飛ばされないと思うんですけど、一応やってます。で育苗する苗の下にコンテナを置いて、まあ蒸れるの防止したり、蒸れると虫とかがダンゴムシとかナミクジが溜まってきちゃうんで、まあこれは絶対あった方がいいです。高さ出して、いや私も今回こんなに本格的に育苗っていうのは初めてなんで、まあこれがうまくいくようであれば本当に来年からはこのビニールハウス使って育苗していきたいですね。で一応試しに水あげてみます。まあメッシュ状なんで普通にやはり水はあげられます。見えるかな、いややっぱ見えないですねこの網目は。ちゃんと上げられてますね。表面がなんか水っぽくなりますね。ちゃんと中には貫通してる感じですけど、目が細かいんですごい水がガラスを流れてるかのようになってます。いやほんと細かいですからね、 0.25mm っていうのは。これは本当にアザミウマとかじゃないと入ってこないんじゃないかな。あ、でちょっとマニュアルでこれ拡大してみたんですけど、頑張って頑張ってこの小ささですね。見えますかね、水滴の方が大きいですよねこう見ると。まあ当たり前ですけど、外で栽培してて虫だらけになっちゃうって人は、まあ、無農薬でやっててって人は、まあ、この商品買ってみるのもいいんじゃないでしょうか。ご視聴ありがとうございました。